1月13日、松山市堀之内の県美術館で追悼白川義和写真展天地創造が始まりました。この展覧会は四国中央市出身の写真家で2022年に逝去した白川義和氏を追悼しようと、白川氏がおよそ50年にわたり残した世界各地の大自然を撮影した作品を展示したものです。この日は開店式が行われ、中村時広愛媛県知事らが訪れ、白川氏が手掛けた作品について振り返りました。そのあまりにも偉大な作品展、眠らせるのはもったいない。今回こうして天地創造という形でまさに先生の生き様をお感じいただける中、先生の理念である地球の再発見、人間性回復ということを訪れた方々にお伝えできる機会ができたのではなかろうかというふうに思います。白川義和写真展天地創造開展でございます。どうぞ。会場には白川氏が80歳を超えてアメリカ、ボリビア、中国で撮影した写真を含め半世紀以上を費やし手掛けた作品の中から作家本人が集大成として選んだ作品196点が展示されています。こちらのコーナー、ちょうど山のシリーズをご紹介しているんですけれども、まさにその山岳写真で知られています。でまたこのようにですね、色鮮やかな山の写真というのが、しかもその8000メートルを超える高い山々を飛行機の上からですね撮影されていて、でそれもその早朝日の出の、もう本当に瞬間、限られた時間帯でしか撮れないような色を、撮られているんですね。どの作品にも言えることはやはり自然の素晴らしさ、美しさ、そういったものをこう、人々に改めてですね知らせたいっていう白川さんのすごく強いメッセージが込められていると思います。今まで誰も見たことがない風景というものを、カメラに収めたということで非常に大きな仕事をされたと思います。いろんなこう条件をクリアして、撮影された本当にその究極の作品がこの展覧会ではご覧いただけると思います。限られた時間帯ですねに自然が見せる美しい色彩というものにぜひ着目していただければと思います。色鮮やかで美しく地球の荘厳な姿を撮り続けた追悼白川義和写真展天地創造は3月12日まで県美術館で開かれています。